吉田らヨッシー選択、剣は当然ソニック。さてこれもまた見逃せない面白い試合になりそうですね。いってみましょう。ウィナーズセミファイナル、剣のソニック対吉田らヨッシー、ステージは終点。いってみましょう。これもまたねレアなカードかなと思うんですけど、お互いのね対策量見ていきましょう。空中ニュートラル通すのは吉田ら、スピンからのウォーミングアタック 21% ダッシュ攻撃通すのは剣のソニック。空中ニュートラルはしっかりとやり過ごして、さあ着地狩りが始まるのは吉田ら、しかしなんとか剣も逃れた。お、空中前しっかり踏ん張っている。あ、うまい、卵を投げて着地タイミングずらしましたね。結構その判断なかなかできるのは難しいと思いますよ。さあパーセントは完全に五分、 56% 対 58%、 先にリードを広げたのは剣。スピンからフォーミング 90%、 しかしソニックここからどうやって撃墜するかがね工夫が一工いるところなので、そこを見ていきたいでしょう。しかし剣の立ち回りが硬くて、なかなか吉ドラ側立ち回りが難しそうな感じがありますね。空中前から、あ、なるほど、弱でつなぐと。空中下、空中自体のかさ当たりから読み合いになる。横スマッシュはしっかりとガード。さあ空中前で受け身、受け身じゃない、メテオ展開になったものの、なんとか難を逃れたのは剣。さあこの撃墜レースどちらが制するか、ジャンプがないのは吉ドラ、いい卵を投げて帰ってくる。横強外に出す、剣の不起訴し、ここは崖上で展開キープ。横強再び崖の外、不起訴しを決めるか、帰ってくるのは吉ドラ。横強また再び横強、この同じシチュエーションが何回も繰り返されてるんですが、その度にしっかりと戻ってくるのは吉ドラ。空中しろ、まだ撃墜には至らないものの、次はないか、あと、なるほど、バネスプリングジャンプからの空中しろ、反転を織り交ぜて空中しろ決めていきました。ストックリードは剣、うまい、空中へジャストのタイミングでガードキャンセルで空中へ出していきました。完全にゴムの展開は吉ドラ剣。あ、しっかりずらしてましたね今剣ソニック。さあ再びスピンを貯める、空中下で差し返し、移動回避しっかりと回避を使ってやり過ごしました。空中に取れて反撃、パーセントリードは吉ドラのヨッシー、 25% ほどリードはある。ダッシュ攻撃通して、さあお互いに立ち回りが硬くてなかなかパーセントが進まないですね。どちらが大きい技を当てるか、そういった勝負になりそうです。大きい差し込み、大きいコンボ技当てられるか。さあ起き上がりはつかみをしっかり避ける剣。さあうまい、あーなるほど、しっかりと透かしてつかみ攻撃振ってくるところは読んでますね剣ソニック。さあダッシュ攻撃かさたり、完全に五分、空中前強気に通すのは吉ドラ、復帰阻止。さあ撃墜どちらができるか、このじりじりした差し合い読み合い、どちらが制するか。怖いぞ、空中しろ、さあ卵海で空中しろ撃墜、レバガチャが入ってベクトル変更が逆になりましたかね。まあ、しかしながら卵海からの展開もしっかりと分かっていると、撃墜までつないできました吉田。スピンからの空中前、さあ復帰阻止の展開になるものの、空中白見事ジャンプを読んでいる。さあ2ストック目も3ストック目も全く互角の譲らないこの試合、わずかにリードは剣のソニック。スピンからのフォーミング、ジャンプがないヨッシーはどうする、ダッシュ攻撃通した、
どうと。さあダッシュ攻撃持続が当たる。着地狩りは空中後ろでしっかりと拒否。空中前からさあわずかにリード取っているのはケンソニック。スピンからの空中ニュートラル、この判断も素晴らしいですね。空中前ギリギリ大丈夫。おっと技を透かしたところに横スマッシュグーパンチ。剣のパンチが当たって撃墜。一本目は剣。さあしかしほとんど譲らない試合になってますね。ジュディそれあったな、モザイクテイキ。さあ一本目は剣が取りましたが、しかしながらほとんど互角の勝負、どちらが取ってもおかしくはなかったでしょう。再びステージは終点。さあホーミング外に出てしまって、ちょっと状況悪いのは剣。卵を産んで 8% か。うまいダッシュ攻撃通す。この要所要所でねスピンを貯めているところにダッシュ攻撃で突っ込んでいく、これも重要ですよね。さあスピンからの空中へ、パーセントを稼いでいっているのは剣のソニック。空中へからのうまい、しっかりよく見ている。空中前スピンから空中ニュートラル、空中ニュートラル反撃、うまいですね。スピンからのさあスピン何度も通して火力稼いでいるのは剣のソニック。空中ニュートラルから、さあ卵がこれいやらしい、しっかりと攻撃上がりで拒否。ビロンスプリングで上がって、さあつかーん、スピンからの空中しろ、撃墜しないが、しかし空中前で撃墜を見事。多段技、さあストックリードしているのは剣。これまだわずか60、わずかまあ 65% なので、あうまい踏ん張っている。しかしパーセントは結構稼がれてますね。ここからまずはヨシドラストックを一つ取り返したいところ。ダッシュ攻撃通した、強気のダッシュ攻撃。さあなかなか流れが来ないヨシドラ。よ上京からの空中へ、ちょっとヒヤッとしましたけどね。わずかに撃墜足らず、スピンために空中前メテオ、見事。崖を離したところに空中前、いや素晴らしい読みですね。それはなかなかできる人いないんじゃないですかね。まあしかしそこも見逃さない、そこもしっかり読み切る、素晴らしい。このトップ6まで来ている実力、さすがというところですね。上から帰ってくるところはしっかりと難しい。スピンから空中前は撃墜、パーセント届きました。重いヨッシーですけれども、さあ大きいリードは剣のソニック。追いつきたいのはヨッシドラ。空中ニュートラルで反撃、卵産んで横行、なるほど。しっかりとウェビー使って緊急脱出、しっかりリスク管理もしっかりしてますね剣のソニック。ホーミングはガードして横スマッシュは当たらず、さあ掴んだ下投げ、さあ怖いぞ。スピンをしっかりガードして、さあヨシドラなかなかスピンに対して回が出ないが、空中ニュートラルに合わせていく。ダッシュ攻撃、さあ空中しろ、あー空中しろ、踏ん張りジャンプ切れてしまって帰る方法がなかったヨシドラのヨシ。勝ったのは剣のソニック、勝者が決勝進出です。